久保さん山本太郎さんと堀エモ門の違いにしましょうか堀エモ門もね昔ねなんかおーみたいな感じで選挙出てたと思うんですけど堀江さんって今政治活動してますかね多分してないんですよしてないですよね選挙立候補してないですよね多分で政党に入ってあの現場に入って意見言ったりとか多分やってないですよねまあそれが違いですね 山本太郎さんは、ま、いろいろこう言わ、あの、外野からいろいろ言われるけど、現場に実際入ってね、いろいろやってるっていうのは事実で。うん。だからなんですかね、一、一、一時期、一時期じゃないんですよ。一時期は十、十二年を、あの、原発のあの、あれから十二年ですけど、いや、吉田さん、十二年は、一時の思いでできますよ。 できるもんですかね ?12 年。<laughs> 矢地飛ばされたから。<laughs> うん。しかも、自分でも分かってますよねこの数じゃなかなか変えられないっていう。ね、旗揚げし、しかも自分のね、令和新選新請組みたいなそのね、その党も立ち上げてね,ね、少数派みたいな。<laughs> で、そこの少数派じゃ国は変えられない難しい自民党のすごいもう勢力があってきつい。それでもやるわけじゃないですか。 うん。だからまあほんと泥臭いというか、うん。まあ勝てる、勝てるかどうかはわからないけども,も、もはや論理的に考えると勝てない。だけども、こういう政治家がいなければ、何もその、風穴開けられないんじゃないかっていう思いでしかやってないと思うんですよ。一人でもこういう、こういうなんかね、狂犬というかね、その噛みつく奴がいなければ、ずっと居座って、 終わりだ,っていう、うん、だからそれをまあ見せてくれてるのかなとは思いますけどねもし堀江さんが本当に日本を変えたいと思ってたらずっと政治活動ずっとやってるんじゃないですかね落ちてもまた政治活動してると思いますよ本当に日本を変えたいっていう心から湧き出るものがあるんだったらずっと政治活動してるはずじゃないですかでも一時っ,っすよね堀江さんの場合はうんまあそ,そこは みんなどう見てるんですかねいってらっしゃい